俺の副官は AWM、 はいどうもスコールです。今回はですね、珍しく僕がトップページにいると思うんですけれど、なんでかっていうと、ちょっと次のアップデートでですね、リサマラの話していこうと思います。6月30日から、ここに書いてるように KOF とのコラボっていうのが始まるんですけれど、実はこのメッセージ欄にですね、リサマラのヒントというか答えが書いてあるんですよね。それがこの2番にあるガチャ特典、コラボを祝いレベル5以上のキャラクターは限定ガチャを無料で1回引くチャンスをゲット。限定ガチャは5010回以内でオレンジ以上のコラボ限定スキンを入手確定という風に書かれているんですよね。書いてますね。レベル5以上ガチャ1回無料で引ける。ここで引けるガチャに関しては、ミッションで引けるガチャと違って、その今のところ一度もですね、端末制限をかけられていないですね、ガチャの方式となっておりますので、ほぼほぼ無料にガチャを、リセマラーができるのではないかなという風に踏んでおります。プラスですね、これ下の方にもあるんですけど、七夕祭りのイベントですね。こちらの方でも、勲章をもらえますんで、栄光物資ですね、一回引けますんで、ワンチャン、KOF のやつでレベルを上げつつ、七夕の方もしていくというですね、こともできるのかな、というふうに僕は考えておりますので、要するに、10分から15分で一回ガチャが、引ける計算になりますね。2、30分で2回なんで、そんな感じなんですけれど、そういった感じで、これまたリセマラ来ますよ。6月30日から、僕はリセマラのライブの方していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ちょっと期間中はですね、僕の動画の本数が1本減るか減らないかみたいな感じだと思います。さすがにね、ライブやって動画2本は辛い。めっちゃきついからね。それはちょっと難しいかもしれないんですけれど、何やかんやな形でですね、そうやって、いろんな風にできないかなと思ってやっていこうと思ってますので、よろしくお願いします。前の動画でも言いましたけれど、他の実況者さんとかも、荒野行動をちょっと控えよっかなとか、やめよっかなみたいな感じで、おっしゃっている方多いと思うんですけど、僕は毎日日本投稿なんで、融通聞くんで、やめることはないんで、ご安心されてください。荒野行動プラス何かのゲームってのも、十分可能ですからね。荒野行動から簡単に離れはしませんよ。そんな裏切り行為はできませんといった感じですね。はい。というわけで今回ですね、グロサバの方をやっていきたいと思います。結構ですね、最近、グロサバの人たちとか、中国にいらっしゃった方たちとか、結構そういう方々の交流ってのも増えてきましたので、グローバルサーバーで活動していることも僕あるんですよね。名前はひらがな4文字のスコアラでやってます。よかったらね、こっちはもう適当に扱ってますんで、誰とフレンドになってもいいかなと思ってますんで、よかったらフレンド申請ですね、送っていただけると登録しますんで、よろしくお願いします。そういうわけでやっていこうと思います。初手でね、味方死んでるんですよね。何もすることない、本当に。煽っとるんですけどね、さっきから。めっちゃ煽っとるんですけど、全然敵コンっすね。俺何もすることないよ、今回。何もすることない。やばいんだけどね、ネタにならねえだろう。しかもこれ絶対内落ちするよね、味方ね。あの辺にね、敵走ってるんですけど、やりてえなぁ。最近ちょっとタッチバグがひどくてね、やれるかなこれ。やれそうだけどね、うわ、マジか。やりきれんかった。最近ね、ちょっとね、パッドに油がまみれとって OK。油をちょっとね、またパッドに塗っちゃって、どういうことかわかんないと思いますけど、そのチャーハン作ってる時にですね、パッドを触っちゃって、ちょっと油まみれになってて、めっちゃね、タッチバグが起きるんですよ。皆さんはですね、くれぐれもパッドを触っている時にです、油をですね、持った手でパッと触らないようにですね、俺気をつけていただけると。何？何ちった？え？何ね、チャーハンの話だけ反応したってこと。何？意味わかんねえな。チャーハンをね、作りながらパッと触るのはやめましょう。簡単にタッチバグ起きる裏技って言って紹介しましょうか。チャーハン作りながらパッと触ったらタッチバグ起きるよって。バカだろ、ほんと。中国のね、津田なんて、スコアラ？あれ、そうやな、あれ、ニャニャボタラ、そうやな。ニャニャボタラ？なんて？日本語で OK？ OK。もう黙らせればいいやん、こうやって。実力で。ほら、もうほらほら、諦めても今ね。もうあいつこいつ、この競技やるんだと思って、あいつ諦めてもんね、今。うるせえ。うるせえって。ファイナルファンタジー？なんだファイナルファンタジーって。なあ。なんだおい、ほんと。日本語で喋ってくれよ。
日本語で喋ってくれって言ったら俺の方がちょっと頭おかしいと思うけどね。うん、就在你刚刚你们那个小房子啊，小房子对面啊，还没入围的那门，在小房子对面啊，在对面三楼，不是后面，你屁股后面，就对这个方向，对这边，在石头对面石头，马路对面的石头那里，有在房区打你的，看到没有？在房区打你啊，房区啊，那石头，就马路对面的石头那里，后面还有一个，哎，对那个。在主场方向那石头上面，空投方向有一个白色衣服的空投方向那个，现在两个树那里。お前が前行けって言って行ったのにお前負けたじゃねえか本当。嘘つきが。